喫煙者の皆さんこんにちは、ナルチャンネルチャンネルシャイニーのナルトです。本日はこちらタバコゲームというね、よくわかんないゲーム見つけたんでやっていこうと思うんですけど、タバコとゲームって合体しちゃダメじゃない？なんだこのちょっとかっこいい音楽は。とりあえずやっていきたいと思います。さあスタートでいいのかな。スイカゲームじゃねえか。わかんないんだよな、タバコの銘柄のあれが。あ、ちょっと大きくなってくんだ。どれがなんかその上かとか下かとかわからんだよな。タバコ吸ってる人はわかるのこれは。意外となんかその安定感があるね、タバコだから。某果物のあれとは違って安定感が段違いだな、タバコは。箱だからね。これ俺何を目指せばいいの？なんか一番強いなんかやつどれなんだろう。スイカゲームでいうスイカ何なんだろう。さあなんか終盤戦って感じがするけど、1個だけ見栄え悪いな。タバコだから全然見た目がポップじゃないのよ。なるチャンネルタバコ吸わないからあんまりタバコには詳しくないけど、ギリなるチャンネルが知ってる赤丸が出てきましたね。赤の丸ボロですね。たまにパチ屋の景品とかで見るもんね。これよく見たらさ、ラッキーストライクかと思ったらハッピーストライクになってんな。一応なんか本物のタバコと若干名前変えてたんだね。確かに若葉と思ったら四つ葉だもんなこれ。よく見たらちょっとずつ違ってんだね。誰がわかるんだそれお前。誰がその違い楽しめるんだこのゲームで。おお、セブンスターと思ったらセブンティーンですね。セブンスターだっけ。ちょっとな、詳しくないからわからんのよ。スイカゲームで言うと今メロンまで行ったってことか。俺なんかタバコゲームの方がうまい。本家さながら。ちょうど難しいね、スイカ、いわゆる一番でっかいの作るのね。ちょ、もう一回だけやるわ。ワンプレイ長すぎ。いや、普通に難しいよね。うわあ！できました。いや、できましたじゃない。何の時間なんだこれは。じゃあ行けるところまでやってみましょうか。てなわけでスイカゲームでいうスイカ3プレイで達成しちゃいました。